よし。うん、普通でいい。普通にもう、じゃあラスト1曲やります。新曲やります。アコギでやるの初めてです。まあ今もさっき言ったんですけど、人生は旅だと。その中でも一生、一人一人は絶対に代わりがいない一生の主人公だと思ってますんで、そんな俺もあなたも何も変わらず一生の主人公だぞという曲を1曲届けます。ありがとうございました。本当に「シナリオ」という曲を。例えば人生という名の一つのシナリオで、どうせ僕らは満足に生きられない。だけど確かなことはきっと決められた毎日なんてなくて、次のページは君にしかめくれない。ドラマのような人生が君にとってはダサくだって、ここで今君に出会えたから続きが見たいんだ。君らはシナリオも愛していてほしい。僕にとって君が主役だ。10年後の私はまた息をしてるだろうか。他人の生活がひどく輝いて見えて、飛び立てばこの先はずっと泣かなくて済むのかなんて、勝手に終わらせないでよ。もう少し見させて、ドラマのように悩んで生きて、君が抱えてきた重さを僕は今君の全て分かることはできないけど、思い出すわしもいつか愛していけるように、僕は今日も君の隣で。たまには愛されたいような、たまには愛したいような、たまには愛されたいような、たまには頼りたいような。この先もやむことはない、毎日は動いてく。気に入らないシナリオを誰かのせいにしてみたり、目の前も惜しいかもし、晴れのち曇りでも二人で目黒を最終回が訪れて、どんな結末だったとしても最後には生きててよかったなんて笑えたらいいんだ。世界中どこ探しても罪悪なんていない、僕にとって君はずっと、僕にとって君が主役だ。ありがとうございます。シナリオという曲でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は本当にどうもありがとうございました。またやりますので、よかったら遊びに来てください。そしてクワトロチケット持ってきてます。よかったらお願いします。ありがとうございました。